愛媛県内の一地図救出層ファームの入り口近くに残る雲渡るの言葉を記した石碑救出層ファームのレストラン。土砂災害の後に建設された代替施設高原牧場思想ファームは愛媛県西条市にあったテーマパーク。1986年8月、ファーム最初のテーマパークとしてオープンし、日本における農業公園の先駆けとして注目された。 ヨーロッパの牧場をイメージしたテーマパークで日本庭園なども併設されていた。2004年9月の台風21号で大きな被害を受けて休園。2005年4月20日より一部施設を再整備して再オープンするも2006年6月より再び休園となり2007年に正式に閉鎖された。解説者の久門渡るは愛媛県西条市南部の畜産と農業を営む。 家の8人兄弟の末っ子として生まれた。クモンは両親の農業は辛いことばかりで楽しいことはないという言葉を聞きながら育ったが実家の農業を継ぐつもりでいた。しかし通学していた農業高校在学中に父親が事故で亡くなり農地は人手に渡ってしまう。クモンは高校卒後に家を出て建設会社に就職する。1964年10月 クモンは後にファームとなる西条金属株式会社を創業する。その後、次々と事業を拡大し、ガソリンスタンドやスーパーマーケットなど10余りの企業を運営するに至るが、子供の時に父親と共に牧場の牛を追いかけていた時のことを忘れられず、いつか西条の街に牧場を再興したいと思っていた。1973年には、 愛媛県西条市中野に西条ゴルフクラブをオープンするが想像していた以上にゴルフ場開発が自然破壊を伴うものであったことよりゴルフ場開発は自分に理念には合わないものだと感じるようになったとされるまた、さびれていく地元農業の実態を目の当たりにして地域復興のために農業や牧場をテーマにした観光施設を作る考えそうを練るようになる 距離が後輩の一途図をたどりさびれていくのを黙ってみて、折れなかったためであると後に改装している。当時のテーマパークは、ディズニーランドを筆頭にして園内に高額な遊具を設置した遊園地ばかりであったが、クモンはそれらには習わず、一家が1万円で1日遊べる施設を目指した。用地は、クモンの聖火から10キロと離れていない、鴨川の沿った山の観斜面で、 1975年頃は一面みかん畑が広がる土地であったが、1986年までにすでにみかん農家は廃業しており、一面荒れ地となっていた。標高は230メートルあり、みかん畑の跡地の他にはわずかな農地があるだけの寂しい土地であった。過去にはフッ素化合物の汚染も問題になったことがあった。この土地に、 地域復興と農業再生を狙っての一倉ファームの開発であったが、こんな田舎にテーマパークなど作っても採算が合うはずが、ないと誰もが反対し、銀行からも融資を断られた。用地の地権者は150人おり、クモンが農業振興にかける夢とファームパークの事業性を説明して説得を行ったが、地上げ屋と勘違いされるありさまで、用地買収は困難を極めた。 敷地はファームの会社名義ではなく、クモンの個人所有地として登記された。資金はクモンの運営する会社のうち、最上金属と共和観光開発が提供した。50人の従業員は全員地元から雇用した。建設作業大部分は大部分をクモンの参加の企業が行い、低コストに徹して行われた。クモンは常々、できれば、 木の一本も切りたくないという主張をしており、自然の地形を生かした配置を行った。設計や企画の会社は通さず、すべてクモン自身が管理監修を行った。敷地の入り口に羊が放牧される羊広場があった。1995年時点で羊は30頭飼育されていた。敷地の奥には赤く塗装された金属屋根の畜舎が建てられ、羊の他にも 馬、ヤギ、牛、ラマ、ウサギなどが飼育されていた。ポニーの体験乗馬もできた。これらの動物は移動動物園として園外に派遣されることもあった。飼育される動物は2000年時点で約10種類、計約200匹であった。例年2月頃は出産シーズンであり、毎年牛が3から4頭、羊が7から8頭生まれていた。1995年からは、 初の試みとして、牧舎の外で自由に施設利用者が子羊に授乳できるようにしたところ好評であった。羊広場から奥へ坂道を登って進むと、洋風庭園、花壇、バラ園が整備されたエリアがあり、ボタン、バラ、ひまわり、コスモス、菜の花などの季節の花が植えられていた。花壇の西側に八道山遺跡で発掘された住居跡を1。 にスケールで復元した縦穴式住居が展示されていた。花壇の西側の丘陵へ坂を登ると、石引きり園と呼ばれる、地線回遊式庭園の日本庭園があった。1万トンを超える量のイオイシが投入され、錦鯉が泳ぐ池が設けられていた。周囲を林に囲まれた日本庭園は、椿などが咲き乱れ、地域の憩いの場所として人気を集めた。池は、 瀬戸内海を模しており、ひときわ大きな庭石は石槌山を表し、家の中の庭石は瀬戸内海の島々を表現した。石ひきり園の奥の林の中には赤い屋根のスーパースライダーの起点があり、コンクリート製の浅い大型のコースが林の中を縫って下まで続いていた。花壇の奥には自由広場と呼ばれた広場があり、広場を取り囲むレールが敷かれて遊覧用の ミニ SL が走っていた。ミニ SL は、朝日エンジニアリング製の機関6 0 0、mm、トルの電動列車で、坊ちゃん列車風の構造に、シンクの塗装がなされており、一ラファーム号と呼ばれた。一周3 0 0ルのコースを、客車3両を牽引して周遊していた。自由広場の奥の高台には、薪場館と呼ばれる白いレストハウスが建てられ、土産物の販売コーナーや大規模なレストランや、 乳製品加工工場があった。乳製品加工工場では、敷地内の牧場で絞られた新鮮なミルクを原料に、チーズやバターが生産された。別棟として、パン工房が入った建物もあった。牧場館の近くには18ホールのパターゴルフや、屋外バーベキュー設備、変形自動車の市場コース、スライダーコース等もあった。ここでは、愛媛新聞社主催。 新居浜ゲートボール連合主管の一倉ファームゲートボール大会が毎年開催された。1986年8月開園。キャッチコピーは太陽と緑とミルクの里であり、ヨーロッパ風の牧場風景をテーマにして開発されたが、石槌山と瀬戸内海をイメージした日本庭園も設けられていた。園内には多数の動物が飼育され、レストランでは自家製牛乳や アイスクリームなども製造された。地区教育施設の遠足や、島並海道開通による観光客増加によって、団体客や家族連れが多数利用して賑わった。利用者は開園当初から安定しており、開園から11年経過した1997年頃までは、年間14万人であり、地元の利用者が多いのが特徴であった。リピーター率は70%にもなり、 初年度から黒字営業であった。1998年には、面白妖怪村と題して、愛テレビと愛媛新聞社と、一倉ファームの三社合同開催で、肝試しの迷路が設置された。カッパや砂掛けばば、一つ目小僧などの妖怪に扮した、スタッフが観客を楽しませた。洋蘭愛好家を集めたイベントや、ゲートボール大会も開催された。洋蘭のイベントは、 新春展として日本団協会愛媛支部が年末年始に開催しカトレアを中心に約300点を出展。栽培方法の説明展示や即売コーナーが設けられた。一倉ファームはファームの第一号となるテーマパークであったが1990年代になるとファーム自身が次々と類似したコンセプトのテーマパークを県内に立て続けにオープンさせる。 特に、ホルテ西条とチロルの森は、一倉ファームと、コンセプトが重複する部分が多い上に三つとも、西条市内に作られた。例えば、石槌芸術村チロルの森は、同じ国道194号線沿いにあり、思想ファームから車でわずか10分の距離に位置した。西条市は2000年の時点で、人口は11万人の地方都市に過ぎず、1991年に、 松山自動車道伊予最上インターチェンジ、1999年に島並海道がオープンして、周辺地域との交通が改善されたとはいえ、1995年までのような年間14万人もの集客維持は困難であった。また、ファームのテーマパークの開発は、当時年間1施設という急ピッチであり、県外においても広島県、香川県、山口県、 岡山県に非常にコンセプトが似通ったテーマパークを短期間に開設した。1995年頃からは1年間に2施設のペースに加速し、9問は行政との交渉や人頭式のために年間200日はホテル暮らしをして地元、西条を離れるようになった。1997年までにファームが運営する施設の数は10を超えた。これらは オープン後しばらくは非常に良好な業績であり1997年の時点で赤字なのは2施設だけであった。しかし1990年代末よりずれも採算性が悪化して2000年になると次々と閉鎖することになる。ファームは最盛期には全国に20を超える施設を手掛ける。その後の経緯はファームを参照のこと。2004年9月末に襲来した。 台風21号により、レストハウス、牧場間の背面にあった沢が氾濫し、牧場間は土石流で全壊した。また、約21ヘクタールある敷地の半分以上が土砂に渦漏れてしまい、半年間の救援を余儀なくされた。2005年4月20日、施設内に流入した土砂を除去して、半年ぶりに部分的な営業を再開した。園内の樹木や牧草。 芝生は植え直しを行って再整備した。レストランとバーベキューコーナーは場所を変えて新築した。入り口近くの羊の放牧スペースを拡大するなど来場者が動物と触れ合えるコーナーを充実させた。しかし、新築された建物は被災前と比較して小規模で団体客利用には対応していなかった。また、乳牛の飼育と乳製品製造は休止されたままであった。 土石流を起こした沢は2005年4月時点では砂防ダムを設置する工事が行われており工事が完了してから施設全体の再整備を行う方針とされた晩年には飼育される動物の数も減り日本庭園の池には鯉もいなくなった再オープンから1年後の2006年6月から再び休園となる2008年7月には市民ボランティアが集まり 園内の敷地1ヘクタールに、悲願下50万本を植えて、新たな市民の憩いの場を作る計画を立て、メンバーを募った。2008年7月の時点でも、砂防園庭が建設中であり、砂防施設が完成する数年後に営業再開される予定であるとされた。しかし、一蔵ファームが、再び営業されることはなくそのまま閉園となった。 閉園日は遡って2007年6月1日とされた。閉鎖後も敷地は、区門の個人所有のままであったが、2011年12月27日に、西条市内の不動産業者の関連会社に売却された。その後は、市倉の森ラポール市倉と名称が変更され、2016年頃まで地元のイベント等で不定期に使用された。入り口近くのレストランは、 最上市の喫茶店運営者によって、ラポート一倉カフェという喫茶店として営業された時期もあったが、短期間でテナントが転出して再び空き家に戻った。駐車場だった場所には、株式会社朝日商事によって太陽光発電設備が設置され、一倉発電所となっている。赤く塗装された金属屋根の蓄車は2019年現在も残っており、 民間の牧場として使用されている。花壇や芝生公園は農地やビニールハウスとして使用されている。縦穴式住居は基礎の石の実が残っている。郵便番号793-0056愛媛県、西条市中野平68-1。ありがとうございます。